おいしい。おいしい。メロ、あんまいくらは興味ねえ。メロ。はい、というわけでね、プロテインタイムです、お客様、本日の特別スペシャルプロテインはミルクティアです。これね、あのミルクティア味でマイプロで今ハマってるプロテインです。超美味しい。でね、このプロテインは何が違うかっていうと、ダマになりにくいんですよ。他のね、マイプロはね、ダマになる味も結構あってね、困ったことはあったんですけども、ミルクティーに限っては、もう、サラサラごっくんちょって感じでね、もうすごくね、美味しいの。うん、美味しいの。というわけで、まあ、このぐらい振って、飲みます。ほら、しっかり泡立って美味しそうなミルクティーでしょ？いただきます。リプトンのミルクティーを超薄くしてタンパク質を補給。異常によしよしを求める猫です。フリフリフリよしよしよしやれ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 ってほらやれってほらやれってしょうがないな。フリフリちゃんフリ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 足りないって言うんですよ。フリ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 よしよしフリフリフリミルちゃんまだやれって言う。フリまだやれって言うのか、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 まだやれって言うんです。わかりましたよ、はい、まだやれって言うのね。はい、ミルちゃん可愛い見てこれミルちゃん。ピアノを弾こうと思ったんですが、やっぱり先にシャワー浴びることにしました。それではシャワーから出た姿がこちら。というわけでお風呂に入ってきました。
で、あれから結構時間が経ち、今はもう夜中です。夜の1時ぐらいかな。だいぶ夜中になりました。ってことで、まあ軽く練習をしていくんですけども、まあ、夜の練習は結構ガンガン弾くってよりも片手練習が多いです。とか優しい部分を改めてゆっくり弾いたりとかします。こういう練習とかはもうやっぱ優しいところとか、左手だけ、左手だけを練習したりします。まあ理由としてはあんまうるさいとね、みんな起きちゃうからということで、フォルテなりの気遣いでございまっちょ。してます。まあ、てなわけで、あれこれを30分ぐらいして寝ます。というわけで、ここまで見てくれてありがとうございました。これが筋トレ大好きピアニストのルーティンです。筋トレはだいたい週に4から5行ってます。そしてプロテインは欠かさず飲んでます。さらにピアノは欠かさず毎日やってます。これはね、一応ね、ピアノという弾くことが一応仕事なので、弾くっていうのはもうトレーニングというよりも当たり前の作業になってきました。いいことです。Maybe、多分。いたずらで触ってみたいと思います。おー、触る。起きてましたか、メイドさん。まさかの起きてましたか。起きてた。こんな感じに肉球はなってます。すごいね。尻尾だけ反応してます。ごめんごめん、おやすみ。メロちゃん眠い、グデーって寝てますね。かわいい。すごい体勢で寝とるな、あなた。バイバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて。なんならチャンネル登録してね。ボリマッチョ、ソソマッチョ、マッチョますますボーイ。マッチョ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 。マッチョが大好きで。